はい、冒険チャンネル渡辺健吾です。今回の動画は、最近買ったものを、久々にやってみようと思います。冒険チャンネル、はい、一つ目はこれです。矯正箸です。これかれこれもう4個目か5個目なんですけど、やっぱり煩わしいんで、ついついもう今まで買ったやつ他に捨ててしまったんですけど、なぜ今回まだ買おうかと思ったというと、前回の私の YouTube 福岡の旅で結構食事シーンも動画撮ったんですけど、客観的にその見た時に私の箸の持ち方があまりにも不細工で、これはもうやっぱりかっこ悪いし直さんといかんと思いまして、またこれ買いました。 Amazon で買いました。ね、まあ皆さんあんまり興味ないかもしれないけど、一応概要欄にリンク貼っておきます。ここへね、指をこう入れて、そんなにストレスあるわけでもないんですけど、でこのようにすれば矯正されるっていう、また訓練の日々が始まります。はい、続きましてこれです。今着てるこのジャケット、アークテリクスの、デルタ LT ジャケット、サイズは S です。私身長177、体重70から71で、色がグリッチ、まあほぼグレーみたいな感じのやつなんですけど、こんなやつです。でこれはパタゴニアの R2 とか R2 とか R1 みたいなポーラテック社との、コラボ製品で、でアクテリクスで見つけました。で公式サイトはもうすでに売り切れてたので、 Amazon で探したらあったので買いました。これの特徴がですね、ファスナーが下まで開くの で今まで私パタゴニアのやつ持ってるやつ、 R2 のやつは下まで開くやつももっとあるんですけど、私持ってるのはこのファスナーここまでのやつなんで、ちょっと脱いだりするのが脱ぎにくいので、これこういう下まで開くやつがめっちゃ欲しいなと思ってました。で下まで開けば、食事の際に店内扱ったりだとか、あと新幹線とかでもたまに冬でも暑い時あるじゃないですか、中がね。でそういう時に脱いだりするのがこう簡単にこう脱げるなと思いまして、これを一着買いました。はい、続きまして、このフライターの F135 でなくて、確か F135 だったと思うんですけど、これではなくて、これにここへボールペンが入るように構造になってるんですね。で以前からまあいろいろ短いボールペンをここに挿して仕事でどうしてもサインすることがあるので、入れてたんですけど、どうしてもここからはみ出まして、ちょっとね、で体に当たったりしてうっとうしいなと思ってて、なんか短いボールペンないかなと思って、Amazon で、短いボールペンとかで検索してたら出てきたのがこのボールペンです。このゼブラのですね、ゼブラ SA ボールペン SL-FM-MINI-BA55 っていうやつです。で、これ使う時にはこのままこう引っ張ればペン先も出てきて、ちょうどこういう長さ的にもいい感じで使えるような構造になっております。これが300円ちょっとで買えるんですから、コストパフォーマンスすごいと思います。これは多分ずっと愛用するようになると思います。続きまして買いましたのはこれです。これね、私ちょっとこの髪をですね、まだらにブリーチしてカラー入れたんですね。ちょっとアッシュ系の、わかりますかね。そしたら普通のシャンプーだったらなんか褐色が進むということを、
美容院の方に言われて、でこれなんかカラーのカラー用のシャンプーです。特徴はカラーした後にカラーの色持ちを良くし褐色を防ぐための商品ですと書いてます。はい、これを、1本美容院で買ってもう1本ないですからちょうど在庫ないわ言われて、じゃあちょっとアマゾンで買っとこうかと思って買います。もうすでにちょっと使ってますけど、これです。カラー専用の、こんなの僕知りませんでした。はい、以上です。で続きましてこれです。髪につけるやつです。ヘアジェル、トラックのヘアジェルです。でこれも、まあ、以前もこれ使ったことあるんですけど、改めて今回その髪切ってパーマ当てて、カラー入れた時に勧められて、買いました。で今もまあつけてるんですけど、わかりますかね、ワックスとかだったら結構、これまあ私の見解ですけど、ワックスとかだったら結構ツヤが出すぎて、一言で言ったらなんかチャラいんですよね、なんか派手で。で特に今カラー出てるから余計そんな感じがして、でこのやつは割とこういいツヤ感でなるので、そんなこともなくいいんではないかなと思いますね。はい、以上、トラックのちょっと使ってますけどね、ヘアジェルでした。続きまして、この足元のブーツです。アグのクラシックミニジップっていうやつで、これ買いました。で、アグ他に私3足持ってるんですけど、たまたま朝起きて、確かフェイスブックだったかなインスタだったかバーッとスクロールしとったら、アグのなんかなんかやちょっとまあ要するにセールが出てまして、で見てたらちょうどまあこのブラック系の色私持ってる、グレーはあるんですけどブラック持ってないんで、もうなんか揃えてしまえと思って勢いで買ってしまいました。はい、こんな感じのブーツなんですけど、中はこう毛がいっぱい入ってまして、真冬でも素足かもしくは夏履くくるぶしまでしかない靴下、あれでいつも過ごしてます。それで十分あったかいので、で雨とか水についてここに書いてますよね、ウォータープルーフ、これですね、ウォータープルーフになってますので、雨の日とかでもまあ履けるっちゃ履けますね。で、横にファスナーついてるんで、居酒屋とかで座敷で飲んで足元フラフラしとっても比較的履きやすいです。はい、今回の動画は以上です。最近YouTube のコメント欄に、メッセージいただいたりとか、インスタのダイレクトメッセージにコメントいただいたりとか、まだまだまあ少ないんですけど、でも大変嬉しく励みになります。ありがとうございます。でこれからも私の渡辺健吾の、ライフスタイルをいろいろ YouTube にアップしていけたら行こうと思ってますので、よろしくお願いいたします。でまたチャンネル登録とかいいねボタンも、励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画まで。